先ほどプーチン大統領と電話首脳会談を行い、サンクトペテルブルクにおけるテロに対するお悔やみとそしてお見舞いを申し上げました。そして私からはどんな理由があるにせよテロは絶対に許すことはできない、断固として非難します。そして困難な時を迎えているロシア国民に対して連帯の意を表明したところであります。そして今後テロを根絶するためにロシアをはじめ世界各国と国際社会と協力をしていくことをお話をしたところであります。プーチン大統領からはですね、私の弔意に対してお礼の言葉があり、そして今後このテロを根絶するために日本とともに協力をしていきたい旨の発言がございました。以上です。